落ち着いてフェニーを使っていきましょう。強切り、強切り、もう一丁。よせ、もう一丁。ここでリジェネガード、もう一回来るから。ここにか、ここで攻撃。よーし、押した。来たぜ、ぬるりと。神に歯向かい逆らうならば、滅びの光に焼かれて果てよ。決して諦めるものか。人間に敗れ去って、過ちを思い知れ。とりあえず ATB チャージで貯めるじゃん。よし、で、ここで耐えたら、影縫いじゃないって何をやってんのかな。 ATB チャージ来たね。心ない天使、でもこれは防げるってもう分かってんだぜ。今のうちに貯めといて、変えて視点が変わったらガド。よっしゃ、いけ、エアロラ。さらにエアロラ天変地。オッケー、間違った。エアロラちょっと無理すぎた。間違った、また戦っちゃった。ここでエアロラ何だっけ、もう一回来るやつ。エアロラ、エアロラ、エアロラ。エアロラ、エアロラ、オラオラオラ、エアロラ、エアロラ。あ、これどうなる、ここでオーバークロックやめた方がいいのか。まあエーテルあるしな、オーバークロック活動。こっちのエアロラの方が多分効くでしょ。さらにエアロラ、さらにエアロラ、頼め。ダメか。ガード。よし。ガードは決まる。あと何回エアロラ撃てば。リジェネを使うか。あったよな。よし、ここだ。間違った、戦っちゃった。エアロラなんとかなんねえのか。エアロラ、でも波のやつ、あ、間違えた。あー、もったいない、使っちゃった。じゃあ戦うじゃない。準備 OK。 ここ、よーし、 OK。 エアロラ波形がな、危ない。いや、食らっちまった、もったいね。やらかした。ガード3回来た。エアロラ、間違えた、またやっちまった、もったいね。エレメガ、これはヘビーで守ろうか。おお、ガードしても来るか。ここでリジェネガード、エアロラできそうでできねえな。ヘビーガードに変更。
よし、エアロラ見るがいい。砕け散る。ガッエアロラ、ここで滅べ。オッケー、初手黄色になってきたね。これ多分打ち続けてれば結構溜まってんじゃないか。打ちつきたー、ぬるりと多分いけてるぞ。これこのままエアロラ打ち続けていきましょう。さっき諦めなくてもよかったんじゃないか。エアロラよいしょ。ガードガード、こっちのガードに変更。エアロラ汚いや。心ない天使。変更ガード、よし、あぶねえ。ちょっと怪しかったぞ今。ここでエーテルを使い、いけるかな。ここでオーバークロック発動、エアロラ、うわなんかダメ臭くね。嘘、ここのオーバークロックでいけるかなって思ったんだけど、マジか。ダメなのかこれ。来るぞ。あぶねえ、ギリギリ。あ、今のも怪しかったな。でも波形がちゃんと残ってるからいけるかもしんないな。わかんない、いけてんのかな。これ次のオーバークロックでいけなかったら結構罪な感じあるけど。ガード、エアロラ、来たな。そろそろ準備、ここよし、 OK。 あ、また波形が戻っちゃってる。間違っちゃった。これ近づくって結構大事だったりするかな。しょうがない、勝負に出るぞ。なんかダメな気がする。頼む。ダメなのか。
なんかダメな感じじゃないこれ。あ、いけそう、いけそう。頼む頼む、行ってくれ。さっき赤まで行ったのに。行ってるのに。来た、ノックアウト。来たか、来たのか、ぬるりと。さあ、でもこれノックアウト立ち直られたらもう終わりなんだけど。お願いします、もうやめてください。やばいやばいやばい、早く溜まって。せっかく土下座してくれてるんだから、神がここで攻めなきゃ。チャンスなんだ。戦え、よしよしよし、いいぞ。まだこれなんかずっと土下座っぽくね。来た、来たのか、ぬるりと来たのか。やっと終われる。ギリ、もう一丁、最後か、ほら。しゃーやった、やったよかった。オーバークロック3回で持ってらっとか。うわー、もうもうアルテマウェポン強え。あー、どんだけ時間かかったんだよ。もうウーニベルゼ、これは神の光を超えた戦闘。あれはもう人間のものだ。お前の居場所はない。いいな、いいな、いいな。認めるものか、許すものか。これが嘆きか、怒りか。己死神に呪われよ、カオスの渦に。死神に余裕がいい。ああ、そうするつもりだ。カオスの領域を支えていた女神エトロはもういない。エトロに代わって死の世界にとどまり、命の流れを整える。それが私の使命だからな。お前も道連れだ。一緒にカオスへ落ちていこう。愚かしいな。それがそなたの最後の手段か。小賢しい人のみで抗えるものか。輝け、神の力に。ああ、お前の力は途方もない。神でありながら人の力まで取り込んでいる。だがそれはお前の弱点でもある。そう、神を葬る最後の手段は囚われた心を解き放つラストリゾート。私が最後に救うのはホープ、お前の魂だ。